テレポビズ経済同友会は28日、中小企業の社員や家族を対象とした新型コロナウイルスワクチンの3回目の職域接種を始めました。ワクチンを打つ医師や会場を確保できない中小企業を支援するのが目的で、東京新宿区の会場では初日におよそ1800人が接種を受ける予定です。3月14日以降は札幌や大阪など全国20カ所に会場を増やし、6月末までにおよそ3万人が接種を受ける見通しです。医師の派遣などにかかる費用は、接種を受けた人数に応じて1人当たりおよそ2500円を企業側が負担します。経済活動を平時に戻していくための一つのステップだというふうに理解はしています。一方、東京商工会議所も東京千代田区で中小企業の社員を対象とした職域接種を始めました。4月中旬までにおよそ1万人が接種を受ける予定です。職場からその紹介してもらって、なるべく早く打ちたいなと思ったので今日にしました。一つ安心材料にはなったかなと思います。